本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。国際紙パルプ商事は、紙、板紙、紙加工品、パルプ、古紙、化成品、紙関連機械、包装資材、その他関連商品の売買及び輸出入、不動産の保有、賃貸、倉庫業などをしている会社です。急騰した理由は、紙機の経常利益が 4.6 倍の増益し、配当金も増額すると発表したからです。プロルート丸光は、医療品や服飾雑貨の卸売、美容や健康に関する事業をしている会社です。急騰した理由は、子会社のマイクロプラットサイエンスが新型コロナウイルス治療薬の元となる、モノクローナル抗体産生細胞株について、プレフィルドシリンジメーカーと協議を開始したと発表したからです。7月9日にも、新型コロナウイルスの抗体検出キットの先行販売を開始したと発表し、急騰していました。コンバノは、ネイルサービスチェーンの経営、フランチャイズ管理、各種商品企画開発及び販売、新規ビジネスシステムの開発などの事業をしている会社です。急騰した理由は、22年3月期の損益が黒字に回復し、また、通期も黒字になる見込みと発表したからです。BCC は、労働者派遣、有料職業紹介、プライバシーマーク認定、ヘルスケアサービスなどの事業をしている会社です。急騰した理由は、中から6月期の経常利益が 1.3 億円となり、すでに通期計画を超過したと発表したからです。ホープは、自治体有料広告、新電力サービス、自治体職員向けメディアなどの運営などをしている会社です。急騰した理由は、22年6月期は黒字回復する見通しと発表したからです。野村マイクロは、純水、超純水装置、排水処理装置、圧力ろ過装置などの製造販売をしている会社です。急騰した理由は、22年3月期の経常利益を 3.3 倍の増益とし、今期の配当金を大幅増額したからです。玉井商船は、外航海運業をしている会社です。約1週間ぶりのストップ高となりました。急騰した理由は、22年3月期の業績予測を大幅増額すると発表したからです。8月5日にも、海運株が大手を中心に買われていて、ストップ高となっていました。フォースタートアップスは、成長産業支援事業をしている会社です。約1週間ぶりのストップ高になりました。急騰した理由は、22年3月期の営業利益予想を上方修正したからです。ランタイムは、複合カフェ、自由空間、などの経営や、フランチャイズに関わる事業、不動産物件の管理などをしている会社です。3連続ストップ高となりました。急騰した理由は、バーチャルタレントと相互につながることができるサービスの事前登録受付を開始と発表したからです。また、5月24日に無人化システムの導入により、青木グループとの連携を強化と発表し、4日連続のストップ高となっていました。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。